だからもう売り方が YouTuber だもんね。もうこれで、ね、あの武田の一日ってことですよ。武田のモーニングルーティーンとか。モーニングルーティーン起きるだけなんだけど。開封していきたいと思います。すごく高い買い物だからね、マジアドレナリン出ました。保証書とかが中に入ってるからなくさないようにしないと。いけません。中に何入ってるかっていうのをじゃあ1個ずつ見ていきましょう。バッテリーが入ってます。自撮り棒、カメラですね。でちょっと声のテンションの高さ今低いなって思ってる方結構いると思うんですけど、今更ながら12時なので静かに話させてもらってます。せーの、フィ。おー、初めてのカメラになります。宝物です。うわー、見て、かわいい。かわいいでしょ。ちっちゃいね。欲しい。うん、ダメ。うおー、すごい。返しなさい。か。なーに撮ってんの、ちょっと。返しなさい。よき出てくる。ということで、これ充電して、明日からこれを使っていきたいと思います。それでは、また明日。はい、ということで、本当はね、一日撮ろうということで、やるつもりだったんですけれども、朝寝坊しちゃってね、間に合いませんでした。寝坊したけど、練習は間に合ったっていう。まあ、朝なんてね、起きて今日何したっけ、パン2個食っただけなんで大丈夫です。今練習終わって時間が12時半となっております。はい、ということで今日ちょっと終わらせなきゃいけない作業がいくつかあるんで、家帰っちゃうと寝ちゃう可能性があるんでカフェに行ってやりたいと思います。その前に練習メニューの報告が127本ですね。4本3本、最後上がりが13秒1ぐらいでいけたんでまずまずかなと思います。ベスト5分ぐらいでやってたのでね、また話そうかなと思ってんですけど、ちょっとアキレス腱気になってきてるんで、そこのケアもしっかりしていきたいなと思います。ということで今ね、初めて買った ZV-1 で V1Z?ZV-1 どっちか忘れちゃったけど、それで今撮影してます。マスク越しだけどどうかな、みんな聞こえるかな。聞こえてることを願うんですけど、今日練習した夢の島競技場の近くの茂みの方で今撮ってますけれども、ということで今から作業しに行きたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで編集終わって今から家に帰ります。すごい雨で、暗いところでも撮影できるっていうところだったので、ちょっと今夕方になって暗いからちょっと回してみたんですけど、この通り入ります。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで今家の方に帰ってまいりました。もう一仕事ここでやっていこうかなと思います。毎日こんなことしてるわけじゃないんですけど、生活リズムというか仕事と言われる日の動きっていうのは、まあ、午前中に練習か撮影をして、その後カフェか家かどっちかで作業する、編集作業だったり、企業さんと仕事してる時は返信したりとか、それの繰り返しですね。基本的には動き方を自分で変えれるだけで話すことはほぼ日々変わらないっていう感じかな。特に編集なんてそうですね。ちょっと今はこういう動きになってます。今はちょっとやる気があるので、やる気あるのとプラス本当に仕事が終わってないからまだパソコンにお話をしてるんですけど、いつもはね、だいたい編集とか練習して家帰ってきて、まあ朝早いことが多いんで昼寝とかも挟みながらやってますね。夜9時とか10時ぐらいから編集する時もありますし、やっぱりでも視聴者さんと自分たちのやったことを共有できるっていうのは本当に最高の仕事なので全然苦じゃないんですけど、まあ、大変なことも多いですという感じになってます。まあまあリアルだと思う。やっぱりお金あるとか事務所入ってるとこ人とかだと編集をこう受注したりプレイヤーになるだけでいいみたいな、経済面もまあそこまで余裕があるわけでもないので、自分たちでできるとこは自分たちやろうっていう感じにはなってるかな。もうちょっと話は飛び飛びになってるんですけど、こういう感じです。行ってきます。はい、ということでシャワーも途中で浴びたんですけど、10時20分ぐらいやります。やんなきゃいけないものは全部やりました。基本的に陸上系 YouTuber の柱って打ち合わせ、練習、編集、この練習の中に撮影も入ってるかな。基本的に 60% ぐらいは編集で時間が持ってかれるっていう感じになります。まあ、多分これがガチリアルな陸上系 YouTuber の一日かと思います。他の YouTuber の皆さん多分そうですよね。ということで、どっちかといったら今日は今撮ってるカメラの ZV-1 の性能に関して非常に撮りやすくて楽しかったですね。撮ってて撮りやすいし、はい、ということで3月の後半になってきましたけど、ラスト10日間ぐらい頑張っていきましょう。それでは以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ